パン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 ペンモンマハロ YouTube ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。はい、スーパーマリオ 3D ワールドパート11 11回目でございます。はい進んでいきましょうはい、ゴーマリオで、マリオタイム、マリオタイム、オッケー。ポンパンポンパンポンポンポン、バブバブ。どこ行こうかしらね。ここがまだやって、あ、やってる。こっちか。ただちょっとスターがほんと取れてないんですよね。え、怖い怖い。うっ、行けちゃった行けちゃった。突入キラーエクスプレス、怖いよ。うわー、クッパの列車が走ってる。うわ、キシャポッポキシャポッポ。え、なんやなんや、なんじゃこの罠みたいに分かりやすくあるスターは。取れた。めっちゃむずいじゃんこの面絶対。うわー、マジか。お、やったやった、ザ・ボムだ。これは噂のザ・ボム。タヌキ、あー取れちゃった。ザ・ボムが、噂のザ・ボム一瞬で終了した。よーし、列車切り離されそうだねこれ。おお、え、もう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 2個目やった。2個取れた。あっ、あっ、むずいよ。よし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 、向こうの列車に飛び乗るとかってわけじゃないもんね。一瞬ビビっちゃったけど。おお、なんだ、おお、でけえ、初めてでかくなったぞ。今さらだけど、今までこの機会を逃してただけかもしれないけど、初めてでかくなった。うわー、すごい。うわー、無敵だ無敵だ、すげえ。うわー、やばい、ちっちゃくなっちゃう。あーやばい、まずい。うわー、このさ、お、なんかいるぞ。ステージがさ、若干斜めってるんだよ。よっしゃよっしゃ、今んとこかなりパーフェクトだ。入れない。よし、あれ、なんか今あった、あそこに。あ、今あったよ、やべえ。透き通ったの見えたもん。なんだこれ、かわいいなこの子。お、分身の術、ふう、分身の術だなこれ。よ、忍法分身の術。お、うわあ、ちびっこになった、ちびっこになっちゃった。そう、これ別にわざわざヒップドロップする必要なくて、お尻ザボムの必要なくて。お前か、あ、これどれか本物が一匹いるんだな。あ、手裏剣の色じゃん、手裏剣の色。倒した、手裏剣の色が本物だけピンクだった。うわあ、今どこだったんだ。スター絶対あの透き通った箱の中だよね。めちゃくちゃ短い面だったよこれ。めちゃくちゃ短かった。ヘルメット妖精、ブルーヘルメット妖精だ。まあ、こういうところに来てからグリーンのね、スターがね、会ったことはないよね。このゴールが見えてからあんましそういう経験はないでござるよ。そんなとこにないよね。ねえなあ。うわあ、そこ逃したのか、悔しいわ。ちびっこマリオになっちゃったしな。フォッフォイ、これマイナスでかくできんのか。あ、でかくできたんだ。よいしょ。え、あ、ヘルメット妖精は、あ、これは、あ、いいのか、ゴールすればいいのか。うわ、ちょっとでもさっきのとこ行きたいな、もう一回そこだけ行きたい。これなんか、この斜め感が、あ、斜め感直せるわ斜め感直せるやん。よっしゃー、ヘルメット妖精ブルー、
昭和を感じさせるこのヘルメットの髪型、好きだよこの髪型。ああかわいい。マリオくらい実はでかいんだね。でもよく見ると妖精マリオがちっちゃかったりしてね。ただね、今のスター絶対もうあそこしかないじゃん。あまりに早いと思ったよ。もう次のステージに行けちゃう感じか、これで。ウィー、ああ昭和かわいいな。新しい道を作ってくれる感じね。ハンマーでボムか。おお、来た。どうやって作ったんだ、今。作ってくれたらいいんだが、もう一回だけ行きたい、どうしても。列車、もう一回だけ行かせてくれ。ただな、タヌキ取んなきゃな、すぐ。いや、間違いなく、あそこ、透き通ってたやつだけやらせて。よし、行くぞ。もう分かってるからな。まあ、とは言っても最初の2つはもうめちゃくちゃ簡単なスターだったもんね。やべべべべべべべ、ペッ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 、マジで危ねえ危ねえ。ここまでに乗んないと失敗になっちゃうんだね。ザ・ボン、お尻ザ・ボン、お尻ザ・ボン、食らっちゃったやん、やっちゃった、やめてやめて、いじめないで。ああよかった、クリボーさんはここまで来れないんだ。マリオ、あ、デカ、デカマリ、デカマリ、ザ・デカマリ、やあやあやあ、ああ、いいぞいいぞ。これジャンプしなくても倒せんのかな、これ。倒せるっぽいね。でもこれさっきから壊しちゃったもんね、よく考えたら。これこれまさか、こんな感じ。逆にえっえっ、こっち来れた、こっち来れた、うわー、マジか。うわ、なんだ、キノピオがいたぞ。え、なにこれ、うわー、出てきた、やった、全部取れた。あー、全然さっきと違うところだった、よかった。やって、あ、で、あとさ、気になったのが、ここの、ほらほらほら、あっ、あっ、食らわせられた、やばい、ここここ、ほら、え、これだけ、あー、そうか、ここ中間セーブないのか、ショックだわ、これは。ほら、噂のザ・ボムだぞ、ほら、これが噂のザ・ボムだ、タヌキザ・ボム、タヌキザ・ボム、これがありゃ怖くね、タヌキザ・ボム。もう食らうか、お貴様らの攻撃なんて。やべべべべべべべ、あ、このロケットってクリボーもやっつけてくれるんだ。あ、そうか、これだったらあのでっかいやつ飛んできてもビッグマリオになんなくても別に大丈夫ってことか。なんとなく今分かったぞ、多分そうだ。これビッグマリオにならずして、うわあ、ああ危ねえ、おー、すげえ、向こう向きにぶっ放した。ほら、よし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 、思い通り思い通り。でキノピオさんがここにいて、ほらほら、頼むぞお前、どうすれば出してくれんだよ。よし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 、で、あとは落ちないように。ただあのコインが気になる。まあもう何もないんだろうけど、怖いんだよここ。ええ、なんか怪しい、怖い、このアングルやめようよ、このアングルやめようよ、怖いよ、ちょっと待って、なんでこうなっちゃうの、アングル、なぜかこうなっちゃうんだよアングルが。アングルこのまま行きたいんだ。うわー、むずい、嫌なアングルだよ、なんか。これだけ？これだけなの？これだけ？口の中入るとかないの？あぶねえ！あぶねえ！
よしよしよし、よかった。このボムでさっきの手裏剣を俺余裕でしょ。ボム、ボム余裕だよ。あ、ボムでもダメなのか。ボム関係ないのか。貴様だろ。もうこれ一回分かっちゃえばもう余裕だね。種分かっちゃえば余裕でございます。はい、ぶっ放してくれら。噂のザ・ボムをぶっ放してくれら。おら、よっしゃ、完璧だ。気持ちいい、このクリア。やったー、ザ・ボム、いいね、スーパーいいね。一発でこれ全部やりたかったね。あのビッグマリオがさ、あまりにも分かりやすいところに入ってて気持ちよいね。アイテムだから誰でも取っちゃうな、あれは普通。いや、よかった。あ、妖精も喜んでるね。うわー、かわいい、かわいい顔してるな。あー、かわいい、この妖精癒されるな。この妖精のね、こんくらい大きいソフビ人形とか売ってたら買いたいね。昭和感をね、味わいたいから。よし、もう一つ進もう。イエーイ。これってゲーム内で全部で何個スターあるんだ。おお、進んだ進んだ。どんなステージなんだ次は。え、なにこれ。え、なにこのクッパっぽい感じ出てる。すごいなんかサーカスって感じじゃん。星一つ、なんでしょうこれ、なんでしょうこれ。ん、スターは一個しかない。ん、お、一番好きな猫マリオ。え、なになにこれ、怪しいんだけど。よう、あぶね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 。何ですかこれは。向こうに運んでくれる感じ、やっぱり。うわ、何これ、めっちゃボスじゃん、めっちゃボスな予感じゃんこれ。何ですか、猫かわいいよこれ、座り方がもう。これほら、ふ、来た来たぞ、でっかいぞこれ、でっかいぞ。なんなんじゃこりゃ。クロコダイル的な。あ、わ、なるほどね、これをポコンって飛ばすみたいな。うわ、何匹もいるじゃん。あ、登るって、えっ、えっ、まずい。あ、ここだやっぱり。おっしゃ、当たった当たった。逃げろ逃げろー、いきなり下から出てくるぞおい。この石はじゃあ関係ないんだね。石を飛ばしてとかじゃなくて、もうひたすら登れと。いやー、なんか神経使うぞこれは。あー、あ、登れない。あ、高いところから、うわー、くそ。あ、食らわないんだ、なるほど。あ、こう飛んでいけるもんね、よく考えたら。あ、くそ、あ、やべえ、食らった、頼む。あ、よかった、持ってる、一個持ってる。これはまた難しい。あ、隠れちゃった、むずい、めっちゃむずい。はっ、よっ、よっしゃー、あと一発か。ちょっと怒るわけでもなく、石は気をつけろ。よし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 、早く次次。なんだこいつ、バクバクしてるだけで皿がない。やっぱりちょっと難しくなってきてる。あ、くそ、あ、くそ。あ、これもできたんだ、こういうことか。倒した、最初からピュンってジャンプすればよかったね。よかった、スターが。あー、よいしょよいしょ、イエーイ。コインもったいないから全部取ろう。よいしょ。はあ、よかった、1回でクリアできて。わ、なんか綺麗だねこの面、花火とか上がってて。
悪うないですね、これね。うん、時間も延長されまして楽しいステージだったな。今日のステージはなんか両方短いな。よっしゃー、てっぺん、いいね。はぁはぁ、非常にいい。よし、じゃあ今日はここまでにしておきます。うん、楽しいステージだった。はい、お、あ、ボム、よかった。あ、これで次に進めるようになるんだ。ここはやっぱりクリアしないと進めないんだ。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。ヒカキンゲームズチャンネル、まだチャンネル登録をお済みでないという方、ぜひぜひ登録よろしくお願いします。今スマートフォンからご覧の方は、この動画画面の下の方にあるチャンネル登録ボタンを押すと登録できます。その他 PC、タブレットからご覧の方は、動画画面内のこちらにあるチャンネル登録ボタンを押すと登録できますので、よろしければお願いします。あと私ヒカキンの Twitter アカウントに、LINE 公式アカウント、この動画の概要欄にリンク貼っておきますので、そちらもよろしければフォローお願いします。それではスーパーマリオ 3D ワールドパート12、12でお会いしましょう。バイ。